こんばんは。山本五十六です。今日は某サイトで単品で紹介するにはエピソードが乏しすぎる人たちの集まり、ツイキャス喧嘩突界隈を紹介していくよ。基本的には以前紹介した人たちに便乗し、一挙加味するだけしか能がない連中だよ。やはり、0から1を作り出すのは難しいからね。ある意味世渡り上手な面々とも言えるかもしれないね。喧嘩突者で世渡り上手って、笑い。と思う人もいるかもしれないが大正解だよ。まずは相川という配信者を紹介するよ。ヤフーチャット出身でツイキャス喧嘩突界隈の重鎮だよ。自分では公平に物事を見ているつもりだが、相手が対立する相手の場合は無意識なのか意識的なのかはわからないが、公平に見れていないことがほとんどだよ。例えばシャチレイプ事件の時は M、花屋にレイプしたと思うなら訴えろというが、シャチには誹謗中傷したから訴えろと言わないよ。ご意見番やご老公様みたいな立ち位置で自ら喧嘩することはほとんどないよ。ちなみに五十六とは仲が良いが、五十六に苦手意識を持っており、五十六の喧嘩突だけはすぐ断ったり、コラボから落とすぞと脅したりしているよ。もうと逃げ側と言ってもいいよ。次はハギンという配信者を紹介するよ。最近は喧嘩突から雑談、平和配信に移行しているが、周りがそれを許さず、周りに巻き込まれているよ。M とはもともと仲が良かったが、嫁であるクレアが何度も叩かれたため M を恨んでいるよ。何があっても全て M が悪いという極端なスタンスをとっているよ。多分、寝坊しても M が悪いって言うんじゃないかな。また、熱専門になり、周りに暴言を吐きまくって暴れたことがあり、熱暴走ジジイと呼ばれているよ。まあ、M のことになると住所を特定し公開しようとしたり、暴走したりもしていたよ。次は師範という配信者だよ。相川の後継者候補であり、現在の彼と同じく一挙神精神を忘れていないが、立ち位置は M よりだよ。自枠でアイドル配信を行っていたり、師範軍という信者軍団を抱えており、名護金のような一面もあるよ。そのうち何か売り始めるかもしれないね。喧嘩突は弱く、五十六に突っかかった時は2回ほど途中で落ちて逃げているよ。また、ラップの大会にも出ており、意外と何でもできる子だよ。クオリティはまあ？次はエビスという配信者だよ。ニコ生出身で今は漫画を描いているらしく、あまり配信していないよ。アンチ M としての活動をしており、何かあれば表に姿を現しすぐにいなくなってしまうよ。最近は M に過去にトラブルを起こしたなーちゃんという女性のことを再浮上させられ、ピンチに陥ったが、周りのアンチ M 軍団に、助けられことなきを得るよ。次は黒 P という配信者だよ。ラッパーとしての側面が強く、喧嘩突と嵐の間くらいではあるが、動きとしては単独でも動く場合はあるよ。リスナーを狙われたから M に攻撃したことや、高徳という配信者とも揉めているよ。これも M アンチ集団の一人で先ほど紹介したエビスを助けたのも彼だよ。個人的にはもっと売れてもいい喧嘩突者だと思うのだが、周りと慣れ合っていることが多く、平和っぽく見えるせいなのか、そんなに喧嘩してるイメージがないよ。最後に J クールを紹介するよ。J クールさんはセオの動画を見てこの YouTube を応援してくれているよ。彼は言ってみればメンヘラ一丁神おじさんだね。ニコ生の頃ディスコメにヘラりすぎて米を消し、新しい米を作るも人が集まらずヘラり、ツイキャスに移動したよ。俺は喧嘩突者じゃないと言いつつも、ツイキャス喧嘩突界隈に首を突っ込むというめめしさもメンヘラっぽいよ。また彼女に振られてヘラって配信をしなくなったりするらしいよ。ゲーム配信もしているらしいが、某サイトではゲーム配信は禁止されているので、なぜ某サイトで配信をしているのかよくわからないよ。彼は応援してくれているし、この程度にしておくよ。あ、忘れていたがコラコラという配信者もいるよ。変なうんちくみたいなの語るおっさん。M とシャチとかぶってるけど影薄い。たまに批判とかしてるけど言ってることも薄い。なんか全てにおいて薄い人なイメージだよ。もしかすると髪の毛も薄いかもしれない。まあ、最近はスマホも薄型がいいとされているし、いいんじゃないかな。さて、このツイキャスの喧嘩突界隈全体について少し解説していくよ。彼らは言葉だけのやりとりで喧嘩突をすることに重きを置いているよ。そして、暴露、晒し行為を禁忌としており、
その理由というのがツイキャスで悲痛な事件があったからと口を揃えて語るよ。だが、誰もこの悲痛な事件を説明しないよ。正直この辺も配慮とか言ってるけど、説明しなければ誰にもわからないし、納得しないよ。言葉だけのやり取りに重きを置いているなら、言葉でわかるように論理的に説明できるように準備しておくべきだと思うよ。新しい人を迎えるわけでもなく、身内だけでやるならいいとは思うのだが、勝手に作った自分たちルールで周りを批判しているよ。まあ、この悲痛な事件が瀬尾の練炭心中事件のことなのだが、本人は暴露、晒しが原因で練炭心中を行ったわけではないと否定しているよ。簡単にまとめると、瀬尾が暴露や晒しをしたから練炭心中事件を起こしたと勝手に妄想し、そういうことをしないというルールを勝手に決め、禁忌としたって話のようだよ。暴露、晒しになるから許可が出ていても証拠を出さないとわけのわからない話になったり、裏で悪いことをしていてそれを表に出されても暴露晒しした方が悪いとわめいてみたり、なんでそんなことがまかり通っているのか意味がわからない状態になっているよ。言葉だけでやり合うのが喧嘩突とか言っている割に、証拠を求めたり、証拠を出そうとしたら暴露晒しになるぞと脅してみたり、何がしたいのかよくわからないよ。また、暴露晒しの定義に、表に出ていないやりとり、といったものがあるよ。悪いことは裏でやれということなのかな。そういったリークこそ裏での悪用を表沙汰にするものであり、暴露晒しには正義という一面もあるよ。これは極論になるが、裏でのやりとりを公開されないという風潮は誰にとって得があるのだろうか。これは裏で悪用を行っている人が得をするだけだよ。その裏でやり放題やる人が得をするような風潮を流すということは、そういったことを裏でやってるのではないかという疑いは出て当然だと思うよ。また暴露晒しをしたらみんなでブロックしよう運動とかも過去にあったりしていたが、最近は緩和されたようだよ。そもそも論理的に破綻しているルールで動いている界隈に論理を求めるのが間違っているのかもしれないね。あとはこの界隈は悪口大会が大好きだよ。一人がどこかのコラボに上がれば周りが集まってきて誰かの悪口に染まっていくよ。梅田枠はこの喧嘩突界隈の被害者とも言えるね。一般の配信者はここに名前が上がっている人たちがコラボに上がってこようとしたら気をつけた方がいいかもしれない。自分の枠で悪口大会が開かれてしまうかもしれないのだから、